韓国初の月探査キタヌリ、宇宙インターネット搭載隊を通じて韓国電子通信研究院から BTS、防弾少年団のヒット曲を転送する計画を協議中。歌手兼俳優イジフン、日本人妻アヤネさんと旅行へ。ビジネス席での機内ショットを公開。ケプラーは、画報公開。ヴォーグコリア。ルセラフィム、5週間のデビュー活動終了。子役のイムスンス、カンドンウォン&V と撮った写真を公開。俳優チョンウンピョ、長男がソウル大生であることを誇る。IQ は167。グループ QOQ 出身のシュウさん、4日に死去。享年37歳。肝硬変で闘病中だった。